え、いいですか自分やってみたかったんですけど僕スライド僕占い師じゃないですさあ今回は何の役所が来るかな面白いのこいよ来いダイアザー,ームスタマジオスタマジ消そうぜ俺と夜が来ました目を閉じてください。 よろしくとうーん何か出ますか何か出るんかい勝ったわ勝ち何だって勝ち期待している期待しているいいね昨夜は誰も死にませんでしたいいね9番 8番のプレイヤーははは発言してください、はいいおはようございますそうですね一人目ということで、うん、グレー考察は全くできないので進行論だけ言っておきますうん、うん、ええー、っとそうですね釣りながらの役職 CEO やめてください,い,い役職の内容までちゃんと言ってください役職 CEO のみの場合は私はそこを釣りたいと思っています、うん、あとはハンターさんは、えー、偶数字のみ発報をお願いします以上です、うん、2周目白黒理由つけて、えー、言っていきたいと思っています 9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。えっ、ー、と、まぁ、あ、一瞬、すっごい羽ウってるな。すっごい羽織り。とりあえずは、えっ、ー、と、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。1>, 1番、プレイヤーは発言してください。 はい9番さん、若歯打ってたけど、まあ、最後らへんは治ってたかなと思いますで。8番さん、9番さんについて考察していくと、8番さんはまあ役職を言ってほしい、そして偶数のみ、ハンターのことですね、打ってほしいっていうのは、俺はむらりがある信仰論だと思ってます。8番さんの印象はいいです。まあ、ただ、色は見えていない。これはオオカミでも言えると思ってます。 9番さんに関しては、俺は印象が悪かったの。な8番さんについても精査してほしかったな、まあ。印象ぐらいは言ってほしかったっていうところで、9番さんの印象は悪いです。そうだな。まあ、白一黒一の上げるときは必ず理由をつけて言ってください。うん、っていうのはね、狼は、えー、村人を黒塗りしたいがために雑になりやすいと思っているので、うん、理由っていうのはかなり大事な要素なんじゃないかなと僕は思ってます。残らないでいいはい、2番さん以降、印象つけていってください。以上です。 2番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございますそうですね八幡さんは、まあ、進行論なので色は落ちないです 9番さんに関しては、1番さんも言ってたけど、8番さんに対する精査がなかった。ただ、2週目頑張るって言ってたと思うんで、2週目、全然発言が伸びなかった九9番さん、全力で釣りをします。1番さんに関しては、8番さん、9番さんに触れてあって、9番さんのところにも指摘があったので、この中では白いかなと思ってます。僕、正直、印象論いらないと思ってます。いつしか誰からか流行り出した印象論、好印象、印象悪い。もうそれを言うなら、色落ちない、もしくは色をつけてほしいと思ってます。なので、8、9。 8番色落ちない9番現状黒く見てる1番3白く見てる9番3は本当に2種目伸びなかったので全力で釣りをします以上 <うん S 1> 3番のプレイヤーは発言してください3番のねあの学校の先生学校の先生をやらせてもらっている3番の学校の先生ですはい自分占い師自分占い師でハットランダムで8番さんが白と出ていますね8番さんがランダムで白と出ています えーと自分はまあ理科の先生なんでね、あの理科の世界の話をしていいですか。理科の世界では、6番はとっても悪い、とっても不吉な数字と言われていますね。だから8番がランダム白で出ちゃってますけども、僕、6番さん黒だと思ってるんですよねっていう話は、まあ、ここまでにしてね。はい。まず、9番さん、9番さん、何にも発言がなかった、もうね。ハウ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 しかも言ってない 全然聞こえなかったもんね。で、8番に対しても何も触れずに、相、はい、次ぎみたいな感じだったから、印象悪。ここ、釣り一。で、1番さんはそれについてしっかりと話をしていたので、よし印象よし !2 番さん、印象論嫌いって言ったけど、僕、印象論言っちゃった。2番さん、嫌わないでね。嫌わないで。2番さん、印象論嫌いというその独特な話、色をしっかりとつけていけ。だったら、8、9、1の色付けをしっかりしてほしかったな。 あのグレースキが出してね、うん。ということで9番さんは2週目にめちゃめちゃ期待しているよっていうプレッシャーをかけつつ12なら二のが黒い4番のプレイヤーは発言してください、うん、はい占い師です6番さん占われて白です、えー、6番さんで、えー、占い師が出たら強人と見ようと思っていましたが 今、3番さんが対抗で出たので、3番さんはおそらく強人うん。あの、人、人道で出てる可能性もありますが、うん、今のところ強人で、そうだね。6番かよ。グレーに触れていくと、まあ、8番さん。色落ちなし、進行論。えっ、ー、と、まあ、9番さんはね、ちょっとはうってたので、最初、耳が痛くていいん、イやンもちょっと話し聞けたので、<laughs> そうだな。内容が、 八番さんにちょっと触れてほしかったなっていう感じでしょうか。2>, うん、まあ2週目期待します。今全然色はつけられない。うん、あのね、1週目のね、あのー、私持論なんですけど、1週目にね、黒のり、本当に黒く見えてればいいんだけれども、うんま、あの黒とか言い切る人の方が、ね、黒く見えちゃう方なので。うん うん、私黒は言いやすいけど、白い位置を上げてほしいな。白い位置も上げてほしい。白い位置上げろよ。だから、うん、まあ今、現状、一番、うん、グレー寄りの黒は9番さんなんだけど、1番さん 2>,、うん、2番さんは、うんうんまあ、白寄りのグレー。でも白とは言いません。今のところわからないで。私目線が白だけしかわかりません。以上です。5番 のプレイヤーは発言してください、ーは,さいはいえっ、ー、と、時間がないで、えー、おかしなところだけ発言します。8番さん、まず、えー、役職は、えー、役職すかしじゃなくて、役職が出てくださいって言ったよね。ハンターとカリエド出てくださいっていうことだよね、うん。俺は役職ありますっていうだけでいいと思うよ。そっち派ね。ハンターとカド、どっちか役職分かったらかあの、噛まれるからね、普通に。で3番だけど、3番の占い師おかしかったところ、 八番さん、占ってって言いかけて、ランダムって言い出したよね。言ってない、言ってない。そんなこと、うん、俺狂人だと思ってんね。三番は狂人、八番の発言、おかしいと思ってる。九番は発言内容は薄い。一番には発言してるけど、別に俺は白くは見えてない。うんそんぐらいかな。三、う、四、ん、で占い師の真偽だった。俺は四の方が真偽に見る。以上、六番。 のプレイヤーは発言してくださいださい,いや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 、えーと、まずね、えー、じゃあまあとりあえず8番さんから触れてく ?8 番、進行論で言ってる釣り逃れ。釣り逃れの場合は役職 <laughs> 俺も行った方がいいと思うよ、うん。そこの意見は同意。で、9番さんもみんな行ってるから放置ね。で、1番はね、ちょっと待ってごめん、印象がないわ。で、2番さん、一番印象よかったんだよね。え、聞こえ,聞こえてない俺、聞こえてないのみんな。聞こえてない聞こえてる。もしもし、聞こえてる聞こえてるよね。うん、あんね で、えー、と2番さんね、一番印象よかった。あのね、むあのー、人狼探す気があんなって感じ。うん、で、えー、と3番さん、それに対して2番が一番印象悪いって言ったんだよね、うん。そこはね、視点が違うかなと思った。でも4番さん視点ね、えー、と4番さん、俺に白打って、俺が占い師で出てたら、強人と見るって。え、え、うん、違う見る。 だけども三番が出てるから、もう占い師はないなみたいな。うん、ワンちゃん、ええ、三が、人狼で出てる可能性もあるっていうところから、その視点も着感おかしいんじゃないと思った。でも一番サイクル五番かな。七番。のプレイヤーは発言してください。五番なの。よろしくお願いします。ええー。あ、はってんな。お前もか。 そうなんです。僕もハウ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 の人なんですよね。<laughs> まあまま僕村人陣営やったんですけど、まあ、3か4どっちかまあ真まあ、色をつけろんやったらまあ4番のパンツの色はゼブラがいいっていう、それがいいのかな、僕が言いたいのは。あまあ僕役持ちでした。以上です。役持ち。 のプレイヤーは発言してください、はいえー、とまあ直近7番さん、触れると役持ち CEO。ってことは、もうこれ、役持ち出てください。うん、じゃないと7番さんが役持ち CEO した意味が全くなくなります。役持ちの方は絶対に出てください。2>, うん、え2人以上、3人出た場合はその中に人狼が交じれてるってことかな。う とりあえず、7番さん、役持ち、うん、言う必要なかったですけどね。ちょっと正直、ムラりがあんまりないかな。でも、7番さん、叩かないです。役持ちをということなら、とりあえず、今は。うん、で、うん、今日の釣り位置、9か5だと思っています、えー。9番さんに関して、皆さんが言われている通り、やっぱり発言量が少ない、2週目の発言に期待。で、5番さんは、なんだろうな、黒塗りが多すぎた。うん。えっと、うん、私に対して、多分、進行論の違いではあると思ってるんですけど、うんと、その、役職つかせに見えたって発言。うん。 今7番さん役職使用しました。このまま役職者が1人も出てこなかった場合、ね、7番さんってオオカミの可能性も全然あるんですよね。うーんまあ、でもな、そこで黒いっていうよりは5番さんは何だろうな、全員、うん、1、うん、1, 2も特に色が落ちていない、9番もなんか微妙みたいな感じで、うん、黒塗りがすごく多かったイメージがあって、5番さんに関してはちょっと黒いかなと思いました。うん、うん、で、そうだな、採用なら4の方が新芽っていうのも。 新芽をつけるのが早すぎるかなという印象、うん、だから5番さん、普通にちょっと1周目の発言があまり面白くは見えなかったので釣り位置かなと思いましたで1、2番さんに関してはどううだろう、うん、特に気になった発言なかったかな1番さんも、うん、9番さんちゃんと触れてたし3番さんの発言はちょっと気になった二番さんってちゃんと、えっと、黒白上げてたんですよねだから3番さんがそこで2番さんに突っかかったのは少し気になりました。うん うんそこを6番さんが言ってくれたのかなうん、だから結構6番さん、5番さんサイクルで見てる点も私と視点が一緒なのでうん、結構白いかなと思っています。今日は9号、3位に上げたいと思います。役職者は役職使用してください。以上。9番、プレイヤーは発言してください。すいません、えー、と、9人部屋初めてなんで、ちょっとどんな感じになっていくのかがちょっとようわからんのですけどとり、とりあえず4番さん、8番さんすか。

今の発言、9、ま、番、あ、さん申し訳ないが、釣リーチになっちゃったなっていう印象ですね、うんえー。7番さん役持ち CEO ということで、ほ、えー、他の役ある方は出てください。7番さんは俺は白くは見えなかったと思ってます。うん、で7番さんがな,、えー、なぜ,なぜ、ね、今、役持ち CEO を促しているかというと、7番さんが人狼の可能性があります。で他に2人役持っている方がいるとすれば、7番さんの役持ちって何かが分かんないんですよね。 だか今出ることによって3人出た場合も陣害出るわけで、だから7番さん役持ちで逃れてる可能性があるので、俺は出てほしいと思ってる。だから8番さんと意見は同じなんですよね。<うん S 1> 追加します。俺は出た方がいいと思ってますよ <laughs>。今の九9番さんは釣り1。で、5番さんは何だっけ ?5 番さんがそう役職ありますでいいっていう発言に対して結構突っ込んでたのかうん俺はそこは違ったな。 役所会行っていいと思ってるから、そこで五番さんが言ったのもわかんないし、五番さんはグレーで黒目、釣リー置を明確に絞ってるような印象がなかったから、五番さんは黒いと思ってる。うん、で、五番さんが四審目って言って、五番さんが四審目って言ってるよね。四審目がよく分からなかった。四番さんの発言って、えー、黒、黒を言い切る人は黒いって言ってたんですよ、四番さん。 そして1、2は白よりのグレーと言った。これ矛盾していると思っています。2番さんは9が黒いと明確に言ってる。だから4番さんの思考であれば2番さんは黒い1になるにもかかわらず1、2は白よりのグレーっていうのは俺は矛盾していると思ったんですけどそれはどうなんですかね、うん、?3、4に関しては4番さんの発言の方が心味低いと思ってます。それぐらいかな以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。は,しい,はい、薬物使用です。 今、えー、現状、白いと思っているのは、えー、1万六6番さんの順番。うん、そう俺4番さんの発言めちゃくちゃ気になって、えー、俺、一番黒くならないのかなと、普通に思った。そこを誰も言わないんだけど、1番さんが言ったところから、1番さん俺、結構4の、うんえー、そこら辺にら負けですねこから、それを言ったら1番3白いかな。1万3に関しては結構白かったんだけど、えー、と1番さんの次っていうのは、まあ、C っていうのはね、最後に5が黒いって言ったんだけど、その理由を挙げてほしかったそれはもう時間の問題かなというところ。ただ、現状ね、俺5番さんそんなに叩かれてるんだけど、そこまで俺5番3の黒いの 拾えてないんだよね五番さんは別に八番さんは黒塗りまではしないと思う。八、えーね、番さんと五番さんって進行の違うんだけど、これ意見の違いだからね。うん、そこまで黒塗りはしないと思うんだよね。うん、だから現状ね。 7番さん役持ちでしょで、俺が役。で、今もう2人しかいないというところから、俺5番さんまだそんなに黒く思ってなくて、1番さんのこと白く思ってる。で、片白が6、8でしょというところから、俺9番さんがもう消去法になるんだけど、9番さんじゃあどうかって言われるというのは、これ発言が伸びてないだけで黒いかって言われると違うんだよね。完全な SG1 ていうところなんだよね。うん、非常に困ってる今。9番さんの発言が黒要素は拾えてない。ただ、えー、もしかしたらそれは相手、えー、ヘイトを向けられたくない狼なのかなという感じもあるんだけど、 うんでも多分9番さんこのまま残しておいても s g 値にされるんだよ俺本来あんまり好きじゃないんだよね。ムラリがないから釣るとか俺あんまり好きじゃないんだけど現状俺別に1番さん白く持っててるし、えー、5番さんからそこまでクローズを拾えてないことからもう消去法で9番さんになっちゃうのよね。9番さん s g 値になっちゃうしうーん困ったらこれは。<laughs> 役職出てないしね。まあ、五番さんの発言、二週目、聞いて考えます。ラネに関しては、えっ、ー、と、誰かが言ってたけど、三番さんは俺、色つけてるっていうところと、四番さんのえシンコロニーも俺が黒くなるんじゃないかなというところから。若干、どっちも新芽がないかなと思ってる。まあ、どっちかに芯がいるんだろうけど、以上。三番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。ええ、いいですか？自分やってみたかったんですけど、僕、スライド、僕。 占いい師じゃないですうんそして幸い役職でもないんですよねだから7番さん2番さん役職であ僕言っていいですかつむらつむらねで4番さん死んだから6番さ死白確定だわあこれ貢献できたかな2周目入った瞬間にやった方が良かったのかなごめんねうんごめんね本当に。 で、今日の釣り位置ね。まず9番。9番もう、僕のメモ帳にはね、1周目、何もなし。2周目、何もなしって書いてある。うん、だから9番。で、あ、5番さん、ごめんね、僕、変なこと言ってた。8番さん、占ってって言ってた。あー、占ってないからね、ごめんね。うん、それは謝るわ。 でもよかった、4番さん、シーン確定できて。はい。で、今日は9番さん行きたくて、で、5番さんは、すごく、あの、釣り位置に、なんか、9番さんがかなり釣り位置なのに、5番さんが、なんか、それとどっこいぐらい釣り位置に上げられてるんだよね。だから、5番さんは、狼に SG 置にされてると思うんだよね。だから白いと思うよ。うん。今日は9番でいいと思うね。 4番、のプレイなんでかっていうと、今日九9番釣り確定なんですよね。で占いえーと、平和村なのか、えーとね、3番さんを素村と見るか、強人人外の動きで見るかってちょっと難しいんですけど、そうだな、黒いのか、なんなのか分かんないけど、今日は釣り1、9番さんになっちゃう、自動的にね。うん、ただ、本当に村なら、できれば釣りたくないんだけど、情報が何も落ちないから。うん 強人潜伏で役職持ち使用してないから、うんあの、印象だけでもいいから、語ってほしかったかなっては。ほぼわけなんですよね。僕が。私今、そのまま継続してるのは。八番さん、一番さん。うん。うん、えっとね。あの、八番さんの黒要素をあげると。五番さんがね、あの役職のどうのこうののその進行論で、反対意見を出したらね。もう黒塗りしたんだよね。進行論で黒塗り、あのが、違うからって、黒塗りはちょっとね、過剰反応しすぎ。 うん、でそのまま同じことを言っていた1番さん、まあ、同じことではないかも言葉は違ったけれども、1番さんもかなり反応していた。えっ、ー、とね、5番さんは私、昨日の時点では、私が死んて分かって、すり寄ってきたのかなともちょっと感じたけど、うーん考察は間違っていない。 でこうなってくると、強人潜伏も全然あるので、9番さん、強靱、9番さん、陣害、うんうん、もあるのかなー、うん、もし3番さんが本当に素村だったらね、強人引いてわからないパターンとかもあるのかなと思ったりもしています。確かに。で、これ、対抗あるなら必ず出てください。今日中に。まあ、この状態で、もう2人、2番さんと7番さん、確定でいいでしょうか。うん、7番さんもつ 釣りたい人釣りたくない人あげてほしいかな役職持ちの人にははっきりと消去、まあ、法になるけどまあ9番さんみたいな人意外と人外でどうしていいか分かんないパターンもあるから9番で5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー、っと9番は考察伸びないのはもうどうでもいいと思ってるで8番と1番はサイクロだね、うん、真面目になんかすげー喋ってるけど全く考察もしてないし3番が真とか言って普通にムラサラしてんじゃん 8番と1番アホだろ。<laughs> で4番が死んで8番,と1番サイクロだね。いいねうん、3番が死んでんだよ、うん、意味不明だ。よ。別に <laughs> ミスってんじゃなくて。3番は、えー、と8番さんを占ってって言ったんだよ。うん、そんなのも読み解けない8番と1番サイクロだ。よ。<laughs> 俺占ってって、うん、言ってないと思うけどね。ね4番が言ってたけど、どうたよね。 うん、進行論の違いでそこまで反応を見せた8番をサイクロです、うん。1番より8番釣りてえかな。以上。6番のプレイヤーは発言してください。さい,いや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  <laughs> ないでしょ。普通に俺ムラスラ、ムラスラの3番釣り殺します。はい。3番釣り殺します。で、占い値は普通に5番だと思ってる。いる,ララる、うん、普通に5番だと思ってる。あのね、5番のね、黒塗り。 5番の黒塗りっていうかね、5番、なんだっけな、俺1周目にさ、5番がさ、なんか聞こえないとか言ったせいで時間足んなくなっちゃったんだけど、うん、あのね、なんだったっけな、いや5番の黒ロスむっちゃあったんだよ。うん、で、<laughs> 普通に、えー、3番は、あまあ、人狼でムラスラしてるか、狂人でムラスラしてるか、どっちかだと思ってるから、今日は3番釣りしか飲めない。うん、今日は3番釣りしか飲めない。はい、村目線3番釣りしか飲めないと思うんだよね。 村すら絶対釣るまんかということで今日は3番を釣ります以上ですいけると思うでもでも九釣れると思う僕大丈夫発言してください,ださいえー、まあ僕スライドしてきて占い師やったんですけど4番さん占ってパンツの色はゼブラ色でした7番です、はい、よろしくお願いしますお願いします まあ、まあ、役ぼちやったんですけど、まあ、僕も、まあ、5番さんと一緒な意見で、まあ、8番さん、今日はちょっと、投票したいと思いますが、まあ、6番さんなんか、3ずるしか飲まれへんとか言ってるけど、<え>もうちょっと黙ってって感じですね。9番じゃないの ?8 番でいくわって感じです。まあ、9番さん、あんま発言伸びてないのは、まあまあ、もう初心者やから、まあ、しゃあないんかなーって感じで、まあ、僕はちょっと全然黒目に、全然見てないですね。色ですマジ

地球8番のプレイヤーは発言してください。うん。私よりえ9番さん私がたらが伝わる意味が全くもってわからないですよ。<laughs> うん。5番さんと7番さんが私の方にヘイトを向けてきた。7番さんも役持ちなので、れあ、本当とだ、好奇してる。ちょっと待ってくださいね。七番 <laughs>、8位に入れるだろ、これ。いや、これは九継続で。うん、ちっどっちですか 私はまだ考察してますよ。5番さんって完璧に、うん、何なんだろうな。ヘイト向けられたからめちゃくちゃ苛立ってるようにしか見えないんですけど。えっと、私3番さんのことを新目なのと,い、えー、と言ってないです。3、4で4番さんを新目に見るのは早いんじゃないかと言いました。そこ把握漏れしてますよ、5番さん。うーん、で、なんだっけ。うん。考察しちゃった言ってないですよ。わかんない。い言ったかもしれないですけど、で言ったもう言ったらいいです。えっ、ー、私が辛らいときに、本思っ,ってわかんないな。 うん、チャットをやめてください。<laughs> えっと、うん、正直、ューマンさんって、えっと、つまげうん考察を落としていない点から全く黒要素を拾えてないです。でも、いらないわ。ってて <laughs> やめて。仲良くやろういらないわ仲良くやろう <laughs> あ。なんかちょっと待ってくださいね。えっと、だから私、ューマンさんと決選投票なんですけど、QMAN、うん、さんと黒要素ヨーを上げられないんです。チないで,すでも、チューマンさんって、<laughs> チャットやめて。<laughs> チャットなしで。チャットやめませんか本当に うん、9番さんって残しておける位置なのかなていや言わない方うがいいのかなはいかな、質するぞなかったけどでもこれって3人出てのスライドじゃないから、まだ、えー、私はいいかなと思ってますよ、うん、3番さんのスライドは。4番さんのシーンを確定させているので、3番さんが強人人狼だった場合って、4番さんと3番さんの新名でどっこいどっこいだったんですよね。あそこの場面で、ね、3番さんがスライドする意味ありましたかね 3,、えー、?3 番さんの新名が全くない状態だったらまだわかりますけど。うん 私は9番さん釣って欲しいとしか言えないで、私は5番さんの方が黒いかなどうなんだろうちょっとわからないけど9番さん釣ってくださいあ、僕が狂人だろこれプレイヤーは発言してくださいはい、えー、決戦投票ということで僕か、えー、8番さんかという形にはなってるんですけどもまあ、あのー、正直、えー、と初心者なんで 初心者と言っても6人部屋しかずっとやってなかったんで初めて9人部屋が <laughs> 強人アピだなこれ。強アピでしょこれ。そうですね、えー。なんかこの感じやったら俺っぽいなっていうのが出てきてますね。うん、村人陣営さん1人減りますよ。僕に入れると以上です。投票を始めてください。たまじ残すか。はい たまじゃないべたまじ残す。僕はポリシー的にたまじはね、今のマナーの指摘も良かったしね8球なら村だったら絶対9入れるよ、ここはははたはたと8死にそうという9番のプレイヤーが選ばれました <laughs>、うん、大丈夫大丈夫、まだやれるよ9番のプレイヤーは発言してください,ださ,いさらばじゃー <laughs> おい、目を閉じてください。勝ち宣言してくれたじゃないか。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。勝ち宣言してくれたじゃないか。うん。いや、守られてもいいですよ。守られてもいい。 守られなかった時のメリットが大きすぎるから守られてもいいです朝が来ました昨夜死んだのははい正解ルート4番そして最後の発言ね強い5番のプレイヤーは 発言してくださいえっと役職はまず占い師守んなかった意味がわかんないなんで7番と2番はえっと占い師守んなかった意味がわからないで昨日言ったけど3番の新目に見るって8番と1番言ったんだよねで急になんか3番のこと新目に見るって言ったんで8番と1番はもう必死になって自分が黒だからあの黒って分かったやつに白って出してきたやつを新に見るって言ってる狼にしか見えなかった8番と1番うん 真っ黒だしゃ、ねうん、喋るとか考察が伸びるから俺は白とは見ないよ、うん。必死に生き残ろうとしろ俺は人狼だと思う。なんで8番と一番サイクロー。で6番はうざい正直、うん。頭悪そうだしな。<laughs> <laughs> で8番 <laughs> 1>, 1番。笑った。 のプレイヤーは、まあ、発言してください5番ブーメランなんだよな。お前が一番頭悪そうなんだよな <laughs>、まあ。チャットコース禁止の時点でチャット打ちちゃいけないの分かってんのに、<laughs> お前がチャット打ち始めてんだよな。1、2>, <laughs> 1> 2よって言って、うん。今日は5番ツリーチです。<laughs> えでね、あの普通レベル高い部屋だったら、これ役職しよう2枚の中の1枚、うん。どっちかを噛もうとしてくるんでね。だから多分、カリウドさんは、うん、と半玉守りに行ったんだと思う。 うん、で結果、まあ、恨めっちゃったんだよね。普通に4連ガミしてきたって感じでしょ、まあこれはどんまいとしか言いようがない。うんでえー、今日はあと訳すかさないでね、2人とも。2番も7番も訳すかさないでほしい。でねえー、とこの盤面ね、うんまあ多分旧一陣街連れてるんだわ。あのじゃあとか言ってる時点で,で。それを言わなかった5番さん。<laughs> だいぶ黒い。っていうか5番さん、まずね3番が死んじゃ、3番が8と1は死んだって。 で言ってたって言ってたけど、あの盤面どっちが進化分かってないからフラット状態だと思うよ。ということで今日5番取ります以上。七番のプレイヤーは発言してください。<laughs> さい自分らやたら揉めてるな、2人。<laughs> お前ら二人とも一緒やねんけどなチャットしてた時点で黙れって感じやなもう。<laughs> まあ俺的にはまあ5番が言ってんのは、まあ、81のタイトルでお前もなとかじゃなく <laughs> てこんねえお前がいつとったやろがさっきブーメランがンお前もブーメランやん。結果しないのな <laughs> 俺今日6番行こうはんなもう。8番。<laughs> のプレイヤーは発言してく笑えるだー番さんはないでやっぱり5番さんの言ってることおかしい。私3番さん新聞に見てんか言ったかな ?1 番さんも言ってましたっけうーん。3、4、うん。3、4フラットい言ったと思うんだけどな。で、うん。5番さんは、どうなんうな。 8、級で、うん、9番さんの色か。9番さんは正直わかんないけど、むらび取ったらきついかなというふうに思っています。うん、で、5番さんの位置って、もし3番さんが強人じゃなかった場合、5番さんは強人も人狼もある位置なので、私は今日5番さんを釣りたい。えっと、6番さんの強人目はないかなと思っています、正直、うん。うん、そうだな。で、3番さんか。うん、どうなんだろう。うん、私、3番さんで3、4の。 占いって結構フラットで見られてたから、うん、あそこで3番さんが人外ですらする意味ってあるのかなって思って,てるんですけどね。ないないどうな今日は5番さんを釣りたいかな。5番さんが1番さんを黒目で上げてる意味もちょっとよく分かんないですよね。別に1番さんって黒かったですか、うん 1>, うん、?1 番さん言ってることってすごくマットだったと思いますけどね。うん、確かに4番さんの発言って、うん なんだっけ黒目上げるところを黒く見るって言って1、2を白目で見てるっていう発言、うん、確かに私もそれ言わなかったんですけど、もうそこをついてた1番さん、うん、<laughs> 白かったと思いますよ。そこを5番さんが黒塗りしに行く、まあ、私をサイクルで見てるみたいなんですけど、時点で1番さんっていうのが、うーん、ちょっと無理がある黒塗りのし方かなと思っているので、私は5番さんに入れたい。号泣狼で終わる可能性、全然あると思ってますし、うん、うん、そうですね、以上です。1番 のプレイヤーは発言してください、はいまずチャットと暴言やめましょう。まあ、楽しむためにゲームやってるんで、うん、そんなことやったってしょうがないじゃないですか。はい、まず、え昨日僕3番さん入れました。ムラスラ釣りたいんで僕はラ瀬は釣るマンなんで3番さん行きたいでの、ね。ラ瀬は釣るンねで。5番さんの黒要素拾うとね、5番さんは、えー、1が4番を新名と見るから、それは5番さんを黒目じゃが、僕が4番を新名。 3番さんを新目に見たことを5番さんは黒要素に見てるんですよね。うん、その理由が全くわからないんですよね、うん。むしろ俺はそれは白要素とは思ってる。まあ、おかしいけどこんな言うのは。だって、真のことを真で見るからうん白いっていう理由がよく分かっていないんですよ。追加します。4番さんの発言ってかなり俺は矛盾を感じました。2番さんを白く置く意味がなかったんで、その立志向ではね。うん、そこで5番さんが4を 偽目に見た人た人ちが黒い、えー、単純にその理由がよく分かっていないむしろ俺は5八もあるんじゃないかと思ってしまいました4番さんが8白、えー、4六白3八白だった段階で5番さんが4番さんのね精査をせずに4番さんを新目てみるったのが8が、えー、黒で4番さんの二目目が見えて五番さんが4にすり、えー、4番さんの新目が見えて4が芯が見えて5番さんがすり寄ってる風にも見えたし うんでも5八の殴りは見たらどうかわかんないがそれで5番さんが8一を黒く見るっていう理由がよく分かっていない僕はただ3番さんも釣りたいと思っているで6番さん正直標準位置がどこなのかっていうところで3番さんはないかなと思ってるあるなら6番さんでも6番さんが3番さん釣り押すかなっていうところはあるからうーん分かっていないけど3番さん行きたいけどね <laughs> それぐらいかな。正直3縄で358釣り切ればいいのでどこでもいいと思ってます。うん、以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。発言て続けんの俺もう配損でもいいんだけどルール守ってないしみんな。暴言飛び交うし、まあいいよ。まともに考察すると5と8は同時に A にはもう全く見えない。どっちかに一人がいると思うよ、普通に、うん。でも一番さんの今の発言ちょっと臭かったかな。5番が4番にすり寄ってるって言ったんだけどさ。 結局3番ムラスラじゃん。うん。囲えてないってことなんだよね。5番が4番にするり理由がないんだよね。えー、いけるわで、1番さんが昨日3番さんに入れた。確かにね、でも昨日入れるとしたら3か9どっちかだったと思う。確かに3番さんの、えー、ムラスラはね、うん、俺も大嫌いなんだけど、えっ、ー、とね、もう俺、しころ帰っちゃうんだよね。俺、あんまりこしころくダメなんだけど、3番の陣外でムラスラする理由ないと思ってる。だから九番に入れたんうん。で、1番さん最終的には9に入れてるんだけど、 最初3に入れてるでしょ、うん、まあそこが俺とは思考が違う。まあそれはね、もう進行論的なところかもしれない。もはや。一、うんうん、番最今の5番が4番にすり寄れてたのはちょっと気になった。確かに8番も1番も3番死しみたら言ってないよ。言ってないんだけど、うん、今の一番の発言がめちゃくちゃ気になった。うん、でも8と5が同時に村同しのあれするには全く見えないんだよね。うんうん、しかもなんか一番さ最後グレースケールで7入れてなかった7番役持ちじゃない、まあ、それ言い間違いかな。 3、5、7って言ったよね。うん7番役持ちだからね、1番の発言もめちゃくちゃ臭かったと思うんだけどな。うーん。9が人狼だった相方1もあると思うよ、俺は。1番さんが最初3番にいて、まあ、8、9ってなった時に、あそこで8番入れたらあからさまにバレると思うからねうん。9の相方として1はあるのかなって普通に思った。今現状、1番さん結構黒くなったなっていう印象。 うさまさまな発言聞いたらでもね8と5は本当村同士の争いには見えない、うん、で強人一どこなのって言われた時にねち,、うん、ちょっとわかんないな強人一は三、うん、番のプレイヤーは発言してくださいはいまずね567ケ喧嘩しすぎやお前らなお前ら定額にするぞな、いいかもう理科の授業の単位は上げませんでいいか今日 サイクロで見てるのは一番さん。一番さんをサイクロで見ています。えっ、ー、とー、僕は九番さんはね、狂人だと思うよ。九番さん。あのー、これ、九番さんの発言から拾ってるから、メタとかじゃないからやめてね。この村、初めてで、うん、バイバーイみたいな感じで終わってたでしょ。絶対、狂人の動き分かってないよね。うん、狼で見てる人が多すぎて、そうかなと思っちゃった。 で、僕は9番さんを強人で見て18狼を見ていますうんそれは何でかっていうとまず1番さん3番普通にムラだ嫌ラだから釣りたいんだよな黒目まず3番の黒目上げて58黒もあると思うんだよね58のゴリゴリの殴り合いで投票までも投票考察からしても5番さんはあれでしょ8番からの8番からの8番に投票してるんだよ昨日の釣り位置はどう考えても9番さんでしょう なのに、一番さんは五八を人狼で見る。そして三も人狼で見る。最後自分が生き残れればそれでいい。すげえ黒いと思ったね。だから五八人狼で追わせようとしてる点がサイクロで見て1、一八。多分今日一番さんは五八人狼で追わせて五に入れてる、入れようとしてると思うよ。うん。とりあえず五六なら争うのやめてな。今日は僕は一番さんに投票します。投票を始めてください。<laughs> ありえん、俺じゃないべ。こい。一番のプレイヤーが選ばれました。あと一人狼一番のプレイヤーは発言してください。はい、申し訳ないです。 うんまあ、5八人路って言ったのは2番さんに言うと3番さんが8番さん白囲った状態で5番さんは4三と比較して4番さんの方が新目が高いと言いました4番さんの発言で思考の矛盾が感じたのでそこで4番さん新目って言ったのは8番さん囲われて5番さん目線4の芯が見えてるからこそ4にすり寄ったんじゃないかと思いましたそして5八のまあ殴り合いっていうのはあるけれどもやっぱり平和村になった以上 結局ね、自分が生き残らないといけないから2両残って勝ちっていうパターンはないからね5八殴り合うのは、まあ、あるんじゃないかなと思ってる、うん、で3番さんがそうか1八か1八はないやろどう <laughs> こんなにラインつなんかなそう、うん、5番さんは黒いと思ってるよでも、うん、4進目だからそこが黒いっていう意味がわかんないな以上夜が来ました 目を閉じてください人狼は目を開けてください人狼は人を殺してください7行くしかない朝が来ました昨夜死んだのはどっちだ7番あんた8番のプレイヤーは 発言してください、はいはえー、とまあ昨日1番さんが釣られたということで、うーんどうなんだろうな、1番さんの蔵要素は確かに私も拾いました。1番さんは358、ロラをすれば自分目線終わると言ったんですけど、強人の PP の懸念の懸念を全くしていなかった、その点が1番さんおかしいと思ったし、58のラインをつなげるっていうのもあまりにも無理があるラインだなと思ったんで、1番さん確かに昨日の発言、黒かったんですけど、うん結構意外と表 がったのかなという印象、まあ、3番さんが最後の発言だったので、それより私は私ぱ5番さんかなぁと思ったんですけどね、で5番さんって昨の一番さんに入れてるんですよね、私のことをサイクルで見ていたけど、うんうん、どうなんだろう、3番さんに票を合わせて一番さんをつり殺した、うん。私は3号だとやっぱら5番さんの方が黒いと思ってますよ。確かに私目線、3号ローラーで終わるんですけど、うん、6番さんの強靭はあんまり追ってない、やっぱり。うん かなうん、私はやっぱその3番さんが人外うん、狼だった場合、うん、どうだろうスラを吸う必要ってあるのかなと思っていることから、うん、やっぱり5番さんの方が黒い、うん、昨日も5番さん出てますけどねで3番さんは18狼を見てるみたいなんですけど18オ、うん。まあ確かに、うん、外から見たらそういうラインも見えるのか。 でも5番,3番さんは番さんのことをどういうふうに見てるんですか ?5 番さんは別に黒くないっていうふうに見てるのかな、うん、うん昨日一瞬3号狼考えたんですけど、でも3号狼はないですよね、さすがに。だったら3番さんすらしないでしょう。うん私は今日絶対5番さん言ってほしいですけどね。三号だったら5番さんのほが黒だと思ってますよ。私は今日5番さんに入れます。以上。一応3番さんの発言聞いて3番さん黒いかなと思ったら。 変えるかもしれないですけど、うん、でも私は今絶対に5番さんに入れようというふうに思ってます。以上です。2>, うん、2番のプレイヤーは発言してください。さいううここ間違うとワンチャン PP で明日負けるんだよね。やっぱ一番さんのシーンっておかしいよね。3が8で囲えたから5が4にするよって、で5と8がこんなに感情までぶつけ合ってボコボコに殴るの。<laughs> ちょっとやりすぎだと思うけどね、58は。うん うーんでも1が黒かった時に相方は5じゃないんだよねだって5番さんはもう8って言ってることから8に入れると思ったんだけどそれを1に入れてるんだからうーんで8番さんの,その6番さんは強人はないと思う理由がわからない俺結構6番さん強人目で見てるんだけどな、うん、理由は言わないわこれ外れてたら恥ずかしいしうんああちなみに俺ハンターに、ね、も7番さんかまれちゃったから うん、まあ言わなくてもわかると思うけどそうやな8番さんって1番さんの黒要素を拾ったのに5に入れたっていうのも気になるな5と8バチバチにやってるんだけど8番さんが1番さんの黒要素を拾ったのは1番に投票してよかったんじゃないだって5番さんの黒要素ってあっちと1、まあ、8番さんと1番若干違うかな5番さんに対する黒要素の発言って違うかもしれないけど うーん。うーん。まあ、3番さんの言うとおり、本当に9で狂人連れてるのは58ローラーで終わりなんだけどね。うーん。5番さんの発言聞かないとわからないけどな。まあ、5と8はもう別陣営でしょう。まあ、9で本当に連れてるのは58ローラーで勝ちなんだけどね。 あ以上です3番のプレイヤーは発言してくださいはいえまず8番さんがね8番さんが5番さん3番さんは5番さんを何で見ているのと言っていましたけども5番さんは僕は村で見ていますよ5番さんは確かに発言は結構挑発的だしは <laughs> バカじゃねえのみたいな感じでちょっと1周目あの僕がスライドした後にちょっと あーこいつこいつやべえなーとも思ったけどねでも18ね LINE 濃すぎるもんね1日目の投票がすごく気になる1番さんはうん3番3番がやっぱいいかなってで3番に入れて8番と9番でしっかりとしっかりと9番に入れてるうんでうん9番さんを何で1番さんは見てたか分からないけど 人人狼、3人狼すげえ一番さんは黒だと思うんだよね。で6番さんは絶対に白だから一番さんの相方は5か8なんだよ。5か8なら5じゃなくて8だと思うよ。5番さんはね、あのー、初日の1周目誰,誰よりも殴られてたから5番さんは村だと思うなーって僕スライドした後言ったと思うんだけど。 それは今でも変わらないんだよねだから五番さんは村だと思ってるよ八番さんうん一八で終わると思ってます人外三連続連れてるんじゃないかなと思いますよ八番さん投票予定です五番さんの発言でかいのプレイヤーは発言してください、はい、今の発言で八番なんかもうひく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 しちゃったよねあ,あ、あ,あ、私取られちゃう私取られちゃう 8番さ、ミスリードしてんだよ。3番が死んでみるって、うん、最初からね、うん。俺は間違いないから。3番が6番を、えー、と8番か、えーと、白って言ったとき、占ったって俺は発言見逃さねえから。うん、3番は偽だったよね、これで,で。ミスリードしてる8番、真っ黒。1番真っ黒だったよね、昨日の発言。1番に入れなかった8番真っ黒。うん、間違いなく8番真っ黒。 81クロで終わりだと思う。俺もうん俺は村人、うん。ミスリードもしない。頭も悪くない。以上。6番のプレイヤーは発言してください。5、うん、のドヤ顔が笑うんだけど、あとりあえずえ3号二人狼の可能性を考えて、とりあえず3号から釣って最終日に精査するってどう ?2 番さんこれ飲めないだからとりあえず今日は3釣らない 今の感じさ、まあ、残っているとしたら8の1人路もしくは5の1人路だと俺は思っているんだけど、うん、と3、号のラインが若干強いところから、うん、と今日3番3入れるっていうのは飲めないかな、2番3。ダメだ、それは。うん、それは2番目線、6が<あ>強人だったときにやばいから <laughs> い。ワンチャン、いや、あのいやてか、俺思うに、えっと、もしだよ、例えば9人路だとすんじゃん。うん、で、9人牢だとして、3番はこのままだと9完全につられるわ。 あ、このままだと売らない両方潰されるわ、あ、ここで終わるわって思ってスライドですって言った可能性もあると思うんだよねっていうところから今日3つりだめ、ね。<laughs> 投票を始めてください2番が6強陣で見てくれてるから大丈夫だと思う大丈夫大丈夫8番行こう2番2番8番行こう <laughs> 決選投票 3番のプレイヤーは発言してください。いや、怖すぎるわ。6番さん、それは怖すぎるわ。あのー、6番さん、狂人の可能性を追ってしまいました。今の発言でね。だって。僕え、6番さんは今日3番え、僕を狼で追っているんですか？あのー。奈良5。じゃないですか？僕は4番さんと3番出てい占い師で出ている状態で。 ででスライドしししたたととと判断したということでしょうこょかするわけないですよね。正直、あのー、なんだっけ、僕が占い師2攻目で見られてたのは5番さんだけでしたよね。5番さんだけだった。なのにもかかわらず、僕がそこでスライドしているオオカミ、ないと、ないと判断してほしい6番さんが本当に村,のあ村なのであればね、6番さんが強人で、僕の、 え僕が白だと感じて僕に投票しているのであれば今日僕投票絶対に飲めないです。良いですか ?8 番さん、黒6番さん、強人だったら PP で負けてしまいます。これ誰が決戦投票になるの <noise> え誰ちょっと待ってわからん。2と6が、え、誰が決戦投票になるの ?3 と8が入れられてるから3、8以外の6、5、2か。おい6番強靭だったらマジでやだぞ。 5番が村2番がハンターならもしか5番今日6分村分かんないがあの僕オオカミ塾で考えてないのであればしっかり8番に入れてくれなそれで勝てると思ってるから以上8番のプレイヤーは発言してくださいうーん6番さんの強靭ないかなと思っていたんですけど今の発言にやっぱちょっと強靭目が置いてしまったかなうーんえだって 私の単独オオカミまたは3号のオオカミを追っているのであればどうだろう ?3 番さんに5番さんいきませんか ?6 番さんと5番さん入れてましたよね。3号で比べたときにどっちが黒いかって言ったら5番さんは圧倒的に黒いと思いますけど、なんでそこを6番さんは3番さんに行きませんかというふうに語りかけたのか。えー私、私、うん、正直、うん、うん、そうだな。 私5番3を釣いたかったけどな3八の決戦か3八うん、うん、そうだなうん2番3に言っておくと私は昨日1番さんの黒要素確かに拾ったんですけどそれよりやっぱり5番3を釣りたかったかなうんこれがまあ1八のラインって見られるなら仕方ないこれどうしよっかな2番釣り 2>, 2番上できなくねピピ 追えないもん。そうですねえー、どうなんだろう3号狼だったら私が釣られたら負けか3号狼3号狼だった場合まあ確かに5番さんが4番さんしと言ってすり寄るのは分かるでも3号だったら多分3番さんスライドしませんよねでさっきの6番さんが3、えっとオカ狼だったっけで ええー、つられるから、三がスライド、その線ってすごく薄くないですか。うん。二発砲すると思うんだよな。六番さん、狂人っぽいかな。二発砲するんだよな、これ。うん、多分。そうだな、私は五番さん、釣りたかったけどな、まあ、三番さん、三番さんでもいいですけど。うん。まあ、以上です。投票を始めてください。 2神で6強豪狼で5ってもらうか俺知らな,ないでしょ8番のプレイヤーが選ばれましたいけるマジでいけるわ8番のプレイヤーは発言してください、うん、いや正直八のオオカはなかったということが証明されたと思っていますで3号の狼オ,オもなかった そうだな番いや、オオカミ狼ようはしなくていい。オオカミしはしなくていいんだよ。だって俺、5に勝てるもん。がだから、強人なら死んでもらうし。なんで6番さん、今日いきなり3番さんに向けたんだろう。いける。三オオカミ、4占い師、死だから、5、6強人の位置が妥当すぎる。一は強人ないだろうしね。1、8は。勝てる、勝てる。2番、かムは。で、まあ。 一九一どっちで一人類落ちてるか二間で三打たないようんどっちなんだろう正直どっちも九番さん色が全く落ちてないし一<分>番さんは3は確かに黒要素はあった分かんない二間で3打つかな、うん、あすいませんちょっと分かんないです以上です夜が来ました目を閉じてくださいどっちだ分からん俺噛まない方がいいのか人狼は目を開けてください人狼はな人を殺してください髪まあ噛なしでいいか噛なしでいいや 紙なしで塩もなしでいいやで、五番釣り切る昨夜は誰も死にませんでした表示ないかもしれんし六番のプレイヤーは発言してくださいそうなるの分かってっから昨日3人エロっつったんじゃんマジでバカすぎるこの村本当大丈夫かよ <laughs> うん まあ正直8番もはん最後あの決戦投票の時に6の強人あるわとか言ってる時点でお前無駄にないからうんドンマイって感じ、うん、<laughs> まあ普通に見たら俺は号泣なんだけどうんと、ね、それでスライドでうん狼の可能性もある3番うん若干怪しいかなって思ってるよただねこれねもしかしたら3強人の5人狼もありえるんだよねってとこ、うん、ああマジやられた<ん>終わったわお疲れ2番 のプレイヤーは発言してください,ださい3と5で比べたら5でしょ3番さん昨日5のことしろって言ってしまってるからね3番が狼だったら5番のクロース上げれないと思う,よふうまあいいや3番は狂人じゃないこと願うわ、まあ、狂人だったらスライドする意味ないと思ってるしもうあそこで役職すらとか言った方がいいと思ってるし3番がもし狂人ならで役職あぶり出した方が良かったと思ってるしうん,ん あそかまあ3番のスラの前の時点で二2人で行ってんのかまあいいやもう、はあ、だから暴言吐くやつ嫌いなんだよもうんチャットはするわだからもう配送にすればよかったと思ってるよ以上3番のプレイヤーは発言してくださいえあの僕強人じゃないんですけどうん僕強人じゃないし5番さん黒かよって今思ったよね 5番さんが黒だねい,いいですかあのー、僕の考察はただ外れでした8番さんと1番さんはこの状態なら村でしょうね村なのかなそれか狂人が1枚いるかなうんだって6番さん狂人だったら言うもんね6番さん狂人だったら5番さんが狼で6番狂人 CO ですって言うもんねだから狂人じゃないよね だから、8番さんと1番さん、どっちか強人潜伏、旧狼で僕は追っています。うん。だから、あの、5番さんが8番さんと1番さんを叩いていて、そこを釣りたがった。で、9番さんが狼なのであれば、5番さんの黒は大いにありますよね。わかりますかあの、本当に僕が、本当に僕が狼なのであれば、3番スライド役職しようとか。だって しないですよ。村だからね。初日に行ってしまいました。僕はスムラです。いいですか僕はスムラ。5番さん、オオカミ、6番さん、狂人だったら負けてしまうでしょう。5番さんに投票してください。普通に6番さんが村なのであれば、2番さん、僕、6番さんで5番さん投票で勝てます。5番さんの黒要素は、9番さんが黒なのであれば納得だと思います。以上。5番のプレイヤーは、 発言してくださいはいえっ、ー、と昨日俺に白塗りしてきて今日いきなり黒ですか3番、うんうん、3番真っ黒だね、うん、俺1番と8番しか目いってなかったけど8番頭悪いくせにあのブスなくせになんかミスリードしたくせに俺に喧嘩売ってきたから俺は喧嘩買ってやっただけだから、うん、お前みたいな頭悪いやつに俺は喧嘩売られたから喧嘩買ってやっただけだから、うん、<laughs> で3番もう今日真っ黒だね <laughs> いきなり昨日白って言ってて今日黒黒に見えます黒に見えます5番さん黒に見えます、うん、勝てるんじゃねこれ村人だから、うん、俺は3番入れるしかない今日は6番が、えー、新浦い師に白出しされて2番が役職で選択肢はもう3番しかない以上勝てるんじゃ投票を始めてくださいありえん !5 番さんも18狼で見てたんだよ 勝てると思うこれ5番のプレイヤーが選ばれましたあ,ありがとういやーよかったー5番のプレイヤーは発言してくださいお前ら本当頭大丈夫か、うん、でしょう頭悪すぎだろでしょうねとか,とか、うん、普通に村人だけど 俺ミスリードなんか一回もしてないがんね。誰が、誰が教人なんだろうで、今日いきなりなんか3番が俺に黒出ししてきてさ、昨日俺のことしろって言ったよね、こいつね。うん、6番と2番相当頭悪いと思うよ。うん、8番は俺は喧嘩売ってきたか喧嘩ン買ったやっただけだろ。て、うんへへへへ。<laughs> いな頭悪いやつに俺喧嘩売られるとあの喧嘩買いたくなっちゃうんだよ。愚かだなぁ。ブス。愚かだなぁ。 夜が来ました <おっ S 2> 目を閉じてください愚かなな5番本当に人狼は目を当は絶世の美女だからねまず人狼は人を殺してください<ず>あこれこっちか7番さん <laughs> ここで狩りを立ったらね七番発砲なし七番発砲なしのえっ、ー、とーなんだっけ発砲なしハンターで二番狩りを立った場合にあのツムツムだからえ狂人誰なの六番 朝が来ました六番か誰なの巨人昨夜死んだのは二番巨人誰？六？ゲーム終了人道の勝ちですあたまちゃん巨人なのえったまちゃん巨人びっくり。 ビックリドンキーだよそうかオオカミ使用しなくてよかった8番は美人だから安心してな8番は美人だからな56どっちも強人じゃねえのか あ,あそうか4番さん4番さんちょっとやめてんかさっきたくまさん CEO めっちゃ多いなまじに勝ったと思ったらまじ同陣営かなんでなんで潜伏したんだろうやるなはいありがとうございましたまあ、勝ててよかったねなかなかの567なかなかの戦いだったけどね 最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネルの登録グッドボタンコメント等よろしくお願いいたします関連動画もよかったらチェックしていってくださいではまた